ナウスカーサバイリーノムチャンネルです。おはようございます。今ですね、バンビエンのマーケットの前まで来てます。街中から約2キロちょっとぐらいですね、北上したところにあります、バンビエンのマーケットですね、こちらです。これがですね、バンビエンのマーケットになります。今日この動画ではですね、バンビエンのですねアクティビティは、街の中を流れる、ソン川、ラムソンですね、ラムソンの海岸に集中してます。ブルーラグーンの、1から5番まであるのかな、それなんか全部あの川向こうにありますので、その海岸へのアクセスのルートをご紹介したいと思います。なんで、まずは、遊びに行くときはですね、バンビエンマーケット、ここですね。これ街から来ると、進行方向左側にマーケットがあります。これをランドマークにして、まずはタラートバンビエンを目指してください。じゃあ今から新しいルートを入っていきます。ここですね、この三叉路です。バンビエン、タラートバンビエンを過ぎて2つ目の三叉路ですね。距離にして50メーターぐらいでしょうか。この道を、左折します。これなんで新しいルートなのかというとですね、ナムソンを渡る橋がですね、2020年ロックダウン中に、開通しました。それなんで旅行者の方はですね、まだ、この橋通った旅行者の方はすごい少ないと思います。開通したラムソンブリッジですね。ラムソンブリッジ、鉄橋です。中国の建設会社、中国企業の出資で、中国の建設会社がかけてくれました。昔ここね、手作りの竹の橋がかかってたんですよね。寒気は竹の橋を使って、雨季は渡し船でしたね。ラムソンですね、ソン川が流れてます。今川沿いに下流に向かって南下してます。ソン川見えますかね。
もあの観光開発が進んでですね、この川沿いにまあ、ビールと焼き鳥なんかを食べさせてくれる怖がりのお店が増えてきましたね。日曜祝日なんかはなかなか現地人でふわってますね。言い合ってます。新しい店できてくるんでね。まあまあ、知り合いがだらしなく座ってひげ抜いてましたね。はい、そろそろですね、バンビエの街中の対岸にのエリアに突入します。街中がねすごいでしょ。これ対岸の方から見ても結構ね、もう街中立て込んでるんですよね。今対岸のように見えるのはですね、バンビエの街中にある中洲ですね。中洲も昔はこれもう無人島っていうか畑しかなかったですけどね、今すっかりこんなもう開発されちゃって、2、3週間前の台風の影響でですね、このナムソン増水して、中洲はですね水没しましたね。多分中洲GL1メーター以上水没していたと思います。で、この道路、これ堤防みたいなもんなんですけども、堤防も乗り越しまして、でもうこの辺とかもぼったり水に浸かってましたね。バナナバンガローね、ものすごい汚いバンガローを集めた宿だったんですよね。一回ビエンちゃんの方から警官隊が来まして、バナナバンガローを警官隊が囲って大掛かりな摘発が行われましたね。なんか煙関係で、下流の橋が見えてきました。昔前はこの1個だけだったんですね、有料の橋でした。
上流のあの赤い橋がですね、無料の橋なんで、今もうこの有料の橋使う人はかなり減ってますね。ローカルなんかも、こっちの対岸のエリアに住んでるローカルなんかも、あのどうやってこっち来てんのって聞くと、赤い橋使ってきてるって、まあ、そうだよね、もう行きに帰りにいちいちお金払ってらんないですからね。はい、有料橋、有料橋との、から来た道との、と合流しました。こっから先のね、景色はあのバンビエに来たことがある方は、あ、知ってるっていう景色になるんじゃないかと思います。舗装されたのはどれぐらい、6、7年前なのかな。それまでは土道だったんですよね。旅行者の頃はよくこっち側に渡し船で渡してもらって散歩で歩いてましたね、この道。欧米人がなんか店仕掛けようとしてますけど、最近見かけないな。どっか遊びに来てんのかな。牛ね、あれなんですよね、突然暴れ出すことがあるんで、牛の群れの中とか通るとき結構緊張しますね。走らせてます。もうツタが絡まっちゃってて、なんか廃墟感あるじゃんな。ここバイクバギーすごいっすね。
なんかあれらしいですね、いろんなあの雑木林みたいにいろんな種類の植物がこう一色体になって生えてるところ、原生林っていうらしいですね。でそれを一回あの焼き払ったりして、原生林だな、これ二次林だな、これ三次林だなっていうふうに分かるらしいですね。僕には全く分からないです。おー、ジャングルって感じですね。TCK っていうのは ツアー会社なんですけどね、なんだろう、トレッキングとかあとカヤッキングとかそれを売ってたんですけど、資材屋さんもやってましたね。バナナ売ってる。子供が水遊びしてますね。多分ね、あのすれ違う人間相当数知り合いだと思うんですよね。だけどもうちょっとあれですね、あの個体認識僕もできなくなっちゃってるので、向こうはね僕のこと知ってて名前とかも呼びかけてきたりもするんですけど、誰だっけっていうのがよくあります。
ヤギが放牧ですね。このところにマネーグラムがある送金システムですね。あるんですよ。これ軽飛行機なんですけども、遊覧飛行のサービスがあるんでできたんですね。ここも西洋人がやってますね。西洋人すげえな。おっ、乗ってるバイクのね、排気音とメカニカルノイズしか耳に入ってこないですもんね。他に音がないですもんね。ほんと、あと虫も飛んでないけど、タム空間って言ってたんですけども、地元民の水遊び場でした。
でこれがまあね、あの観光開発されまして、バンビエン屈指の観光スポットに成長しました。開発進んでからね、僕は来ることなくなったんですけどね。最後に来たのも何年前だろう。プーカムケーブですね。ウェルカムトゥーブルーラグーン&プーカムケーブ、見事に閉まってます。そっか、まあそうだよね。これも、疫病騒動収束したらオープンすると思います。はい、こんな感じでですね、今日は街中、バンビエンの中のタラートですね、マーケットから、この後ろに見えますプーカムケーブ、ブルーラグーンですね、ブルーラグーンまでのルートをバイクでご案内しました。こんな感じでですね、また時々軽いツーリング動画みたいなのを撮っていこうと思ってます。ご覧いただきありがとうございます。もしよろしかったら、チャンネル登録と、ここが見たいとかっていうのがありましたら、コメントいただければ、次の動画作成の参考にさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか来たよ、足元に。ワンコが。ワンコが来ました。番犬ですかね。番犬でもね、役立たないですね。まあ、こんなゆるい、ラフスバンビエンからお送りしました。